しゃあ、さあ一杯だけ今日も飲もう。うわ、レモンサワーしかない。あ、今日はちょっとハイキャロルが誰いる。キャラシがいるわ。キャラシ、よいしょ。よいしょ。でパ、はい、映ってません。パテモス協会でございます。はい、これぐらいで。あっぱ。というわけでね、本日も一杯だけ言いたいと思いますので、こだわり酒場レモンサワーと、今日のお酒のお供はこちらでございます。お惣菜コーナーで買ってきた200円のいわしフライ2枚と、今1枚100円かな、いくかな、コロッケ3個、100円ぐらいで、この野田屋さんで売っている天芝っていうきゅうりかな、ナスとかの、しば漬け、これめちゃめちゃうまかった記録で、いつかちょっとこれでご飯を食べたいと思います。というわけでいただきます。そして乾杯。うまいね、風呂上がりに漬物からいただこう。今日はスーパー行きましたんで、お惣菜を買ったんですよね。めたくそ迷ったわ。あったのがね、唐揚げ。でも今日お昼に唐揚げ弁当食べたから唐揚げやめました。そしてロースカツ、カツ丼、カツがあったんです、とんかつ。でもカツ丼食うんじゃなかったからやめました。あとね、揚げ出し豆腐、これ迷ったな。揚げ出し豆腐ちょっと食いたいなと思った、でもやめたんだよ。揚げ出しはちょっと候補にあったのよな、俺の中で。ただなんかね、がっつりとしたものちょっと食いたいなと思って。あ、これ醤油とからし、いわしフライ、これが好き。で、その隣に焼き鳥があったんですよ。皮2本190円ぐらいだったかな。で、ネギマが3本ぐらい入ってて300円ぐらいかな、多分300円ちょっとぐらいしてたかな。じゃあ5本で500円かと。あ、1本100円ね。本当はもうちょっといろいろ混ざってるバリエーションのやつが食べたかったんですよ。5種類ぐらいあって500円って欲しかったんやけど、皮とネギマだけかと。却下。まあこれになってるから却下ないけど、もちろんね、で、天ぷらとかもあったけど、ちょっと天ぷらな気分でもなかったし。で、その横にね、メンチカツもあったので、この辺近づいてきてるよね、この辺のね、感じに。で、メンチカツとコロッケが並んどった。これ牛肉コロッケってやつだけど、メンチカツこんなぐらいのサイズで3つ入ってて200円ぐらいだったかな、もうちょっとしたかな。で、その横にこのコロッケ3つね、100円やったんですよ。半額以下。いや、もうコロッケでしょうと、コロッケ取りましたよ一品はもうコロッケだと。その時もうすでにカゴの中には今日食べたカップ麺とお弁当入ってたんですね。だから揚げないでしょ。で、そのお惣菜の揚げ物コーナーの横の陳列棚には焼きそば、お好み焼き、中華の肉団子、イカフライ、イカフライっていうか、なんかイカのリングフライみたいなね、唐揚げみたいですね。んで、あと何やったかな、あれは何やったよ、
なんかちょっとお惣菜みたいな酢豚とかね、そういう感じのものが置いてあったと思う、確か、うん、で、お好み焼きちょっと食いたいなと思ったけど、先日食ったんすよ、実家で。で、イカフライにしようかもだけど、イカフライもこのちっちゃくて200グラムしてたからね。イカリングね、まあ私たまに動画で、まあ晩酌動画で食べてると思うけど、で、お弁当コーナーの横に、まあ唐揚げとかとんかつ、天ぷらとか置いてあってね、ちょっと横見たらね、俺よく食べてるこれぐらいの海苔弁当、あの見えへんやつね、海苔弁当、あのいろいろ乗っかってるやつ300円ぐらいだって、見たね、白身フライって書いてあった。おお、白身フライ食にしようと思って、白身フライ安くていいやと思って、で、白身フライ の方をフライコーナーもう一回見たら、白身フライが2個で200円、アジフライが2個で200円、アジフライの方がでかかったからアジフライにしました、うん、貧乏くせサイズで比べたわというわけでこれで300円、いいんじゃない思えば、焼き鳥3本かこの中で300円やったらね、こっちの方が満足だよ、うん、迷ったな、いつもそんなに考えないけど、なんかちょっと節約が楽しくなってきてたから、極力ちょっと安くでいこうと、安いものにしてみようと。まあお弁当とか食べたい、家で食べた方が絶対安いのよ。でもちょっと週に1回か2回の外では食べたいんですよ、お弁当とか買いたいんですよ。そこはちょっと節約とは分けさせてもらっていいや、お晩酌すんの、うん、お惣菜買いに行くも週に1回か2回しかないんで、贅沢ですけど、うん、節約するなら家で食えとなると思うんで、作ればとなると思うんやけども、週に2日だけはちょっとさして、それは、うん、目標はね、1ヶ月の食費を2万円切ることですね。今週の1週間は4000円の行きます、今のところ。まあ、いろいろだけ誕生日でもらった食材もあるからさ、冷凍食品とかね、まあ、何とでもやっていけると思うよ、多分2、3000円でもいけると思うよ、週な、それを食していけば。そういうのも踏まえて2万円と、今俺思ってるのはね、月に1回飲みに行く、1回だけ、まあこれは今までの通りかな、月に1回は飲みに行かせてください。あとは、旅行行きたいんやけど、まあ一応ちょっとそれは、まあ、まあコロナもあるけどな、一応行かないとまでは言わないけど、ちょっと控えようと思ってます。本当はコロナ明けたら旅、またパテモソの駅弁食いながら旅したかったのに、ちょっと引きこもりになろうかなと。ただね、今日で1月31日、明日から2月、2月は結構ね、ゲームの話題作が日本でやるんですよ。ホライゾンゼロドーンの続編のホライゾンフォービドンウエストってやつと、エルデンリングっていうフロムソフト、ダークソウルとかブラッドボーン出してるところのやつね。まあ、まとまって日本は変わらないけど、とりあえずホライゾンフォービドンウエストは予約してるんで、2月はそれを遊び尽くそうかなと。まだ2号2も残ってほしいな、まあ、2号1も終わってないし、2号1もやり込んでるよ、ほんと。一番最後の5周目の2号道もちゃんとクリアしようかなとかもちょっと思い出してるぐらい。ゲームも徹底的にやればね、4、5000円のね、中古で買っていか、4、5000円ぐらい、5000円もしてないから3、4000円ぐらいのゲームでね、1ヶ月楽しめるから。じゃあ、今思えばね、ガキの頃ってね、おもろくてもおもろなくてもね、買ってみてたのよ。買ってみてたっていうか、そんなね、そんないっぱい買ってもらえへんけども、
どんなゲームか分からへんけども買ってたのよ。もう当たり外れたって。多分そんなゲームでもね、めっちゃやってたのよ、楽器の頃って。大人になるとやっぱそれなりにちょっとお金持ってゲーム1本買うぐらいね、そんなにあのめちゃくちゃ決断しなあかんわけじゃないやん、1枚もせえへんし。だからこそね、1本に対する思いはね、もうクリアしたらもうええわとなってしまうと思うんやけど、昔はドラクエ3でも何週かやってたしな、ドラクエ2でもね、ヒーヒー言いながらロンダルギアクリアしてたから、なんかあのその頃のね思いをね、今ね思い返してね、匂いをね必死にやってますね。ちゃんときっちりやろうと、一本一本丁寧にやろうと最近ちょっと思ってます。まあ面白くなかったら無理やで、無理やった。俺この間残機ゼロっていうゲームはもう一周で無理やったな。トロフィーコンプリートはしなかったですけど、だから基本的にはゲーム内にある実績はトロフィーっていう実績があるんですよ。いろいろ何回したら取れるトロフィーっていうのね。それをね取るより取るぐらい頑張ろうかなと、思ってますね。あ、日本はだけどね、もともとフリープレイ言ってプレイステーションのネットワークの会員になってると、あの毎月フリープレイっていうのがあるんですよ、2-3本。それでだいぶ前にね、日本はフリープレイやったんですよ、タダでできるやつね。ダウンロードしとけばいつまででもできる、ずっとできるんですよ。買ったんと一緒みたいなもんですよ、もう会費さえ払ってればね。だから私この間あのまた会費が、年間3500円ぐらいに、ね、年に1回ぐらい安い時あるんですよ。やっぱ毎年そのタイミングになるかわからないから、まだ4年買ったんですよ。大体4年買うんですよ。プラス2年、この前買ったやつが2年残ってる、もう6年残ってますからまだ安い時に買ったやつは、まあここから6年間は会員だから、なもんですね。心配することなく、これからもフリープレイ、フリープレイを楽しんでいけば一番安いんだけどな。フリープレイな、ね、会費を払っていろんなゲームできるっていうやつはちょっと俺は一応やってないんやけど、まあフリープレイでちょうどいいかもしれんけどな。でもフリープレイになるとゲーム一個一個ちゃんとやらんような気がするんだよな。フリープレイっていうか、その1ヶ月間でいろんなゲームやり放題ってやつね。それにしちゃうとやらないような気もするから、ちゃんとちょっと触りだけやって終わりっていうことをしちゃいそうやからとか言いながら、積みゲーがね、ただいまもう見えてる範囲でも5、6本ありますんで、まあ、5、6本じゃ終わってないな。多分10本ぐらい、10本、20本ぐらいあるかもしれん。俺の無駄遣いですよ。それもね、ちゃんとやっていかな。ジャッジアイとかいうね、キムタクがごとくと言われているキムタクのモデルが、キムタクが見た目がキムタクのキャラクターを動かすあのジャッジアイズっていうゲームがあるんですよ。でそれのね、ピエール滝が出てたんですけど、不祥事起こしたでしょ、コカインで。で、これでね、差し替えられたんですよ、キャラクターが途中から。そんなことする必要ないと思うけどね、作品は作品やから。でも俺持ってるのピエール滝版なんですよ。ピエール滝版でやりたいな思って、アップデートしたら勝手に変わるとかないよな、見た目が。
プレミアと言ったら嬉しいよね、ピエール滝番、うん、プレステ5も出てるんですよ、プレステ5版も。プレステ5版にアップデートしたらピエール滝がなくなるのかな。どうやろ。この漬物ほんまうまいわ。天芝ってやつ、天芝って書いてあった気がする。もう出しちゃって袋にないけど、野田屋さんのホームページで明日夢くらいで買えるって書いてるリンクありますんで、野田屋ってちょっとあの URL に入ってるところ、俺に1年も早いへんから天芝ってやつ食べてみてください。もうめちゃくちゃうまいですよ。めちゃめちゃうまいですよ。昨日食べてから俺ハマってますから、ポリポリしちゃってます。まあ、というわけで、まあ、うだうだと16分も喋った1本で1本ぐらいは調子へ、うん、さっきも残らんし、ちょっと気持ちいいし、あとお酒飲んだ感もあるし、もちろんね、飲んでから1本、なんで昔はあんなほほど飲んどったかと思うほど、この一般、一本、一般って一般ですけども、あの一本でね、今は、今はやぞ、いずれどうなるかわからんけど満足できます、うん、ありがとう、今日も一本というわけで、本日はまあちょっと揚げ物パラダイスでございましたが、本日のチョイスは300円セットでございました。1000ベロどころじゃなりまへんで、400ベロですわ私。つまずきは抜いたとしたら300円と、これ100円ぐらいでしょ。400円ベロでした。というわけでありがとうございました。ごちそうさまでした。まあ、日本の歌で500円で、ね、いいですね。 0.5 千ベロですね。ありがとうございました。というわけで皆様、週の1日目お疲れ様でございました。まだまだ長いですけども頑張ってください。私はもう一日お休みさせていただきます。ほな。